北条高時、北条高時は、鎌倉時代末期の北条氏特捜家当主、鎌倉幕府第十四代執権、在職、1316年から1326年、第九代執権、北条貞時の三男。下元元年12月2日、1304年1月9日、北条貞時の三男として生まれる。延長2年。 1309年に7歳で元服する。この詳しい様子を伝える資料は、今のところ発見されていないが、それまでの特捜家当主と同様に、幕府の御所において、将軍、当時は、森国新王を、烏星親として行われたものと考えられている。元服に際しては、烏星親の変記、実名の一時を受けることが多いが、高時の名乗りを見てわかる通り、将軍の変記、 森国親王の、守る、または、国の一時は受けなかったようである。同時代、の上の立場のもので、河の字を用いる人物はおらず、研究では、祖先とされる、平高持、高持王にあやかったものとする見解が示されている。もともとは、細川修雄がこの説を唱えたものの根拠なしとして、論文等では示してはいなかったが、角田と彦が根拠付きでこれを指示している。 これは、細川が著書で、北条時宗、高時の祖父の代に、徳宗家による政治支配体制を確立させるにあたりその正当性を主張するために、祖にあたる北条義時を竹内すくねになぞらえる伝説が生まてるふしていたことや、自習とは不可分の関係にあった、平頼綱、定時の乳母の夫にあたるが、自らの価格を向上させるため、次男、助宗、 スケムネとも各の名字、名前の一字を平助スケモリに求めた家程があることを述べており、こうした考え方が可能ならば、同様に自習が自分の着難の名字を平貞サダモリに、サダも着難の名字を高持王にそれぞれ求めたと考えることができるのではないかという、よしによるものである。加えて、角田はサダ高時の第には、 将軍御家人という変記の授与の図式は存在せず、特捜家当主である佐田時の帝の字や高時の高の字が他の御家人に与えられる図式が古時代に成立していたことが御家人の名前から伺え、これは特捜権力が確立していたことの調証の一つとして読み取れるとする見解を示している。王朝元年1311年9歳の時に、 父、貞時が死去。貞時は死去の際、高時の衆と、足立事件と内官僚長崎延期を幼い高時の貢献として指名した。その後、高時まで三代の中継ぎ権を経て、昭和五年、1316年、父と同じ14歳で十四代執権となる。その頃には、延期の着難、長崎高助が牽制を強めていた。 高時はすでに亡き日蓮の弟子の日郎に、殿中にて諸州との問答対決の命を下し、日郎は、恒例のため代わりに、文下の日印、1264年から1328年、お討論に向かわせ、文法2年、1318年12月20日から、翌元王元年、1319年9月15日に、かけて、いわゆる鎌倉殿中問答。 弟子の非正が記録に残すを行わせた。次の正位大将軍は、宮将軍の森国親王である。結果、日印が諸州をことごとく論破し、大木州の布教を高時は許した。在任中には、諸国での悪党の活動や、欧州で、江戸の反乱、安藤氏の乱などが起き、聖中元年、1324年、京都で五代醐天皇が、 幕府転覆を計画した、小中の変では、倒幕計画は、六原短大によって未然に防がれ、五醍醐天皇の側近、日之助と毛佐戸が島に入るし、計画に加担した者も処罰された。小中三年、1326年には、病のため24歳で、執権職を辞して、出家、法名を、高士官する。後継をめぐり、 高時の実施国時を押す長崎氏と弟の安家を押す足立氏が対立する騒動、火略の騒動が起こる。3月には金沢貞明が執権に就任するがすぐに辞任し、4月に赤橋森時が就任することで収集する。この騒動の背景には、大使工事の諸子である国時を押す長崎氏に対し、国土器は即室の子であり、高時性室の実家である足立氏の方は、 生着死が生まれるまで親族で、高時時弟の安い家を押す足立氏との確執があると、される。現行元年、1331年には、高時が窓かキラを中殺しようとしたとして、高時側近らが処罰される事件が起こる。8月に、五代醐天皇が、再び倒幕を食わだてて、笠木山へこもり、河内では、楠木正重が挙兵する原稿の乱が起こると、 軍を派遣して鎮圧させ、翌1332年3月にはまた、五代醐天皇を沖島へ入るし、側近の日の都市らを処刑する。行為には新たに寺明院島の後本天皇を立てる。現行三年、昭郷二年、1333年うる二月に、五代醐天皇が沖を脱出して、法規国の戦場山で挙兵すると、幕府は、 最国の東幕勢力を鎮圧するため、北条一族の名古屋公家と御家人の筆頭である、下屋国の御家人李公氏、高氏を京都へ派遣する。4月に公家は赤松の利村、遠信の君に撃たれ、公氏は五代五天皇方に寝返って、5月7日に六原丹大を攻略。同月8日、関東では上野国の御家人、新田義貞が挙兵し、 幕府軍を連覇して鎌倉へ進撃する。18日に新田軍が鎌倉へ進行すると、22日に高時は、北条や菩提寺の火災がやつ東照寺へ退き、北条一族や家臣らと共に自陣した。去年30万29歳、鎌倉幕府滅亡後、五代醐天皇から徳高大権現という信号を歌しされ、神として崩壊寺に祀られている。 鎌倉幕府が滅亡した5月22日に、高時の慰霊のために、徳高大権限会、大般若行天読会が行われる。境内の徳高大権限堂に祀られている、北条高時像が、古市に乗り本堂に迎えられ、徳高大権限会、大般若行天読会が行われる。大般若京の正式名称は、大繁荷原三田京といい三蔵帽子がインドから、 持ち帰った六百巻に及ぶものである。天読が終わると、高時のご心臓は、権限堂に戻る。古典、太平記や、マスカガミ、歴巻記、鎌倉旧内記など構成に成立した記録では、刀剣やタラワに狂じた暴君、または暗君として書かれる傾向にあり、江戸時代から明治にかけての詩学でもその傾向があった。ただし、高時の実像を伝える。 当時の資料は少なく、これらの文献に描出される、高時像には、足利高氏を正当化し美化するための誇張も含まれいる。太平記には高時が、あやかし霊を見て喜びを踊り、一方で、藤原中則が、あやかし霊は、亡国の予兆であるため、鎌倉幕府が滅亡することを予測したエピソードが挿入されている。さらに、北条氏の祖籍を築いた、 初代執権の北条時政が江島に賛同したところ、江島の部在典が、次制に対して次制から七代の間北条家が、安泰であるカゴを施した話を記載し、特宗で七代目に当たる高時の父、貞時の代に、そのカゴが切れたと記載する。大平記は、高時は暗具であった上、江島部在典のカゴまで切れてしまったのだから、鎌倉幕府の滅亡はしごく当然のことであった。 と断じている。こうした太平記における工事像は、倒幕を果たした五代五天皇並びに、その一派が鎌倉幕府の失政を断劾し、剣伝する中で作り上げたものという側面もある。大正時代の日本史の教科書は、太平記の記述を参考としており、高時を、刀剣、田楽に端出して、政務を顧みない暗愚な当主として記載している。では、 実際の高時は、どのような人物だったのかというと、堀木期記は、高時の人物像について、すこぶる暴気の体にいて、将軍家の執権も家内がたかりけり、正体なきと記している。一族である、金沢貞明が残した、金沢文庫古文書にも彼が病弱だったことが、強調されており、彼の病状に、一気一遊する周囲の様子をうかがわせる。また、 貞ダの書状には、タラガの祖と、タジナク公とも書かれており、田学を愛好していたことは確かである。彼の巨弱体質の原因として、祖父、自習さらには高祖父、時氏まで遡る足立氏を性質とた、血族結婚にあると思われる。実際、彼の性質も足立氏である。また、二条河原の落書きには、犬、タラガ派関東のホロ。 滅古物と運河からと書かれており、鎌倉幕府滅亡から間もない時から高時が、刀剣、殿学を愛好したことが幕府を滅ぼした要因の一つだとされてきたことが伺える。父の貞時の場合、その父である自習が没した時には十四歳であり、政務に勤しむ父親の姿を知っており、二十三歳の時に平前門の乱で実権を掌握してからは政務に勤しんで、 特捜先生を確立したが、高時の場合は、彼が3歳の時に起きた加減の乱以来、貞時が政務に対する意欲を失って、叫びたりの生活になっていた上、高時は9歳の時には、父は世を去っていたため、高時は政務を行う、父の姿を知らなかった。また、晩年の貞時が叫びたりになって、政務を放棄したため、高時が家督を継いだ頃には、幕府は、 長崎園キラのおうちと、外籍のあだち事件、北条氏所家などの寄り合いらが主導する寄り合いによって、形のごとく司祭なく、洗礼に従い形式通りに運営されるようになっており、最高権力者であったはずの特装も、将軍同様装飾的な地位となっていたため、高時は、主導的立場を取ることを求められていなかった。その一方で高時は、 無双祖石らの禅僧とも信仰を持ち、仏画などにも親しんだことが知られている。また、マスカガミも、高時が病弱であり、鎌倉の支配者として振る舞っていたものの、虚ろでいることが多かった、体調が優れている時は、タラが、刀剣に興じることもあったと記している。また、タラが、刀剣を愛好したのは、執権を退り添いた1326年以降であったと記している。 大平記の記述は、マスカガミなどと比べると、悪意のある誇張が目立つと指摘される。1884年、明治17年11月東京猿若座で、初演された木網作の活歴物の新歌舞伎、北条九代名家公、通称、高時で、九代目、市川段十郎は、高時の高慢かつ孤独で愚鈍な真相心理を、 内側から極め写実的に表現して大当たりとなったが、これが今日ある高時の人物像を決定的なものにした。同作は今日でも上演されることが多い人気作となっている。また近年では、NHK 大河ドラマ、太平記、高時役は、片岡鶴太郎や湯口聖子作の漫画、風の墓標、秋田書店の影響からか、病弱。 かつ、虚無感を漂わせた人物像が定着するようになった。日付イコール旧歴、参考資料、北条時政以来貢献次第、東京大学資料編参書所蔵、鎌倉年代記、造補続資料体制、関東開白広大並び年代記事、東京大学所蔵。高時の第2は、河野の字を一般のご家人に可視する図式が成立していたことが、 論文によって指摘されており、前述参照、これに該当する人物は以下のものと見られる。他、他、他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。